ジャインシドール・アリスプは、フランス革命戦争及びナポレオン戦争において、活躍した、フランスの将軍。1831年には、フランス元帥に任命された。アリスプは裕福なバスク地方の地主の息子として、サンエティエンヌ・ド・バイゴリーに生まれる。彼の両親は息子に、聖職者になることを望んでいたが、アリスプは1792年に、 フランス革命が勃発した際に志願兵としてフランス共和国軍に参加した。1793年に彼はサンジャンピエド・ポーの軍隊の指揮官に選ばれた。アリスプはピレネー戦線において有名になった。1795年にスペインとフランスが講和を結んだ後はボルドーで守備隊を率いオートガロンヌで反乱軍と戦った。 1799年には、マクドナルの指揮下でグラウビュンデンの戦いに参加した後、モンセイとブリュヌの要請により、イタリア方面軍へ転属となった。1802年5月には、アングレーム守備隊として組織された第16バスク、両兵半旅団の指揮官に任命された。第3次大仏大同盟が結成された時、アリスプは、王ロ郎の指揮下で、 大西洋沿岸に勤務していた1805年及び1806年の戦いでは、リスジャーディン地方で活躍した。イエナの戦いでアリスプは負傷した。1807年1月にアリスプは巡将に任命された。スルトの指揮下に転属になった後、ベルティエの指揮下の旅団を預けられた。ハイルスベルクの戦い及びフリーラントの戦いにおいて、 活躍して有名になったが、ここで再び負傷することとなった。1807年には、門政の指揮下の沿岸軍偵察軍団の参謀長に任命された。アリスプはこの軍団と共に1808年のスイス戦線を戦った。1808年11月には、ランヌ指揮下で津寺の戦い及びサラサゴ包囲戦に参加した。 ランヌがフランスに帰国し、第五次大仏大同盟が結成された時には、スーシェの参謀長に就任した。スーシェが1万人の軍隊で、スペインの軍隊を破った、マリアの戦いで、アリスプは1から3箇所の傷を負った。アリスプは、部隊の中で将軍に昇進した。タラゴナとレリナの包囲戦及びバレンシア占領において、さらに名声を上げた後、 レジオンドヌール勲章グラントフィシエを授与され、伯爵となった。アリスプは1813年までアラルゴンで勤務した後、1814年にスルトへの増援としてバルセロナへ向かった。ビトリアの戦いでウェリントンのフランス南部への侵攻を防いだ後、フランスへの退却途中でスペイン人によって利用されるのを防ぐために自分の生まれた城を自ら焼くこととなった。 アルザスの戦いでアルプスは全軍の撤退を支援した。1814年3月20日にタルブでスペイン軍と戦闘を行い、ナポレオンが退位した後も戦い続けてゥルーズの戦いにおいても活躍した。カリベントの高地を防衛する任務を与えられ、これらの捕類を極力をかけて防衛中に砲弾を足に受け切断しなければならなかった。王政復古後にアリスプは、 セントルイス勲章及び第15軍団の指揮官に任命された。ナポレオンの百日天下では、再ナポレオンの下に参集し、スペイン戦線の防衛を行った。第二次王政復古後に、スペインのフランス南部への侵攻を阻止しようとした。アリスプは第二次王政復古政権により7月革命まで、 国外追放されるが7月王政の支持者として、オートアルプス及びバスピレネー知事、ピレネー西部方面軍団長、第20軍団長に復帰したアリスプはバスピレネーの大義主となり、ボナパルト大統領によって、グランクロワを直君資源水に任命され、フランスの貴族に列せられた。フランス第二帝政には上院議員になった。アリスプは1855年にラカールで死亡した。 彼の名は外旋門の西側に刻まれている。ありがとうございます。